私は日々の椿。最低最悪のこんなやつに恋をすることになるなんて。ちょっとあれ、噂の椿京太じゃない？俺は一度寝た女とはやんない。あんなやつ。その髪、どちらで切ってあげようか。手出さないでくれる？今日からさ、こいつ俺の女にするから。許せない、大切なファーストキスを。やっぱその格好デートにはどうかと思うぜ。え？すげえ似合ってるよ椿。今日恋を始めてしまった。来年のクリスマスイブに絶対お前のこと連れてきてやるから、約束だ。椿くんが好きだから。同じだな、あの女と。椿くん、あいつはさ、最愛の女に裏切られたことが人生で最大のショックだったんだよ。母さん、初めて同士だったんだ、私と京都。椿ちゃんのいいとこ俺はちゃんと分かってるから、もう一度笑ってほしかったんだ。あいつがいなかったら今も俺は最低なままだった。椿、今日恋を始めます。さようなら、椿くん。